J リーグは来年30周年を迎えることになりますそしてあの現在のルバ,ンルバンカップもですね30回大会ということで、えー、来年大きくあの100年構想の J リーグの中でいうと3分の130、まあ、年を迎える節目の年となりますそうした中であの私村井はですね、えー、と今年度今シーズン2021年シーズンで4期8年の任期を終えることとなります 私自身がこの間何ができたかとかあのそういうことを振り返ることにあまり価値があるとは思っていなくてこの機会にあの30年の J リーグそのものの、えー、創業期いわゆる J リーグがスタートした時点に、えー、もう一回立ち返って J リーグが大切にしてた思いは何だったのかとか今でも続く J リーグの DNA は何だったのかとか、えー、消えてしまった DNA は 何だったのかとか、えー、一回その J リーグの井戸の中をもう一回覗いてみたいという思いに駆られて、えー、J リーグ創設に関わった方々をお尋ねして、あのー、意見を聞かせていこうかと思っております。えー、今日あのー、まさに J リーグのファウンダーの一人だと思われますが、あのー。 岡本潤さんにあのしいただいてます。私としては今日あの30年にして初めてお会いするというあのそういう意味では大変失礼なあの人間でありますが、ぜひあの岡本さんよろしくお願いいたします。はい。こちらこそよろしくお願いします。ます先ほど申し上げた趣旨なんですけどね。はい、あのまあ J リーグの本当に大事にしている価値観や本当の J リーグの 本質は何なのかというところをこう尋ねたいと思ってましてえっとまずはちょっとこのさんご自身が JSL ですかねあのまあ私いろいろあの確認すると20周年あたりから JSL20 周年あたりからご縁があったようなあの記憶があるんですけれども少しあの日本サッカーとの最初の接点というかこの辺りを少し教えていただいてもよろしいですか。 サッカーって本当にお客さんいなくてですね、うん、僕公式記録員を手伝ったことが何回かあったんですけどもスタンド見ると、うん、目で数えられる野鳥の会より簡単だぞと <laughs>、はい、いうような感じだったんですねあ<ー>で、まあ、300人弱ぐらいかな人数が、うんうん その時に当時 DSL の人曲だった小野沢さん今教会を辞められた方なんですが「どうする?」って言って「じゃあとりあえず500人しとこうか」と正確な数字言わなくてよかったんですね当時は。だ公式記録に500人っていうふうに書いたような時代でその時になんとなくサッカーなんとかしようよとメキシコ以来全然出てないしというような熱を持ってる方が い,っぱいいいっっっぱらしゃったんですねで当時の、えー、クラブの運営委員の方たちがいて20周年の、えー、プレゼンをちょっとやってくれと、はいはい、いうことで多分うちと、えー、トンプソンさんトンプソンさんはオールスターコダックオールスターをやられてたんですね。なるほどでもう一社中央線香さんっていう代理店なんですけども。 えー、当時の JSL のプログラムを作られてたんですよ。で3社競合で <coughs>、えー、まずトライしてみたできっかけはですね、うん、もうすごくあの仲持ちの話なんですが、うんえー、亡き木本さんの、うんえー、同級生千葉高時代の同級生が白鵬堂のクリエイティブディレクターであったと。はいはい、で笠笠原原なんんとかさはい いうような話になりまして笠原から私の営業系の上司の宮川という人間に相談があったと宮川がですねたまたまスペインワールドカップに行ってたんですよ82年ですねはいなぜならば当時まだ電通さんではなくてインターフォーサッカーっていいまして権利を博報堂が一部持ってたんですね 世界の大そうですヨーロッパ選手権含めてそれのクライアントさんがビクターさんとフジフィルムさんこれが博報堂扱いだったそうですかで宮川がビクター担当の局長でもあったので現地に行ってサッカー見てきて帰ってきてそして息吹を知っている方がで若手でサッカー好きなやついるのかと。 ということで当時サッカー出身だった私ともう一人、うん、サントリーチーム担当の千葉っていう二人が担当になって、はいえー、笠原と三人タグを組んでプレゼンをしようと、うん、いうことになってプレゼンで出した案が 格闘技宣言というカンボスさんが塗るんドポスああ私電車で見ましたもん中連りにも出てたことだったような気がそうですねえっとまあ何回か20周年からずっとやってるんですけどもそれが出来上がったとその時にですね実はまあ一応総合広告会社でしたので単純にポスターだけじゃなくてプログラムに関しては 今まで選手ユニオームで取ってたんですが、うん、スタジオでスーツで取ろうよということで、うんうん、ベストイレイブンとかをスーツ姿で初めて選手を取ったということとえ実はチームのネーミングはもう提案してるんですよあ<の>で三菱とか古川じゃなくて古川ゼブラーズあー古川って島島馬みたいな三菱 レッドダイヤモ,モンズって言ったらそのタイミングであの三角マークの、はい、あれを提案してるんですよね名称も「和レッドダイヤモンズ」という言い方をその時提案されたいえ三菱あ、三菱レッドダイヤモンズ、はい、で古川は全部あうそうか裏はまだないんだもんって読売「はい、ベルディ」なんですはいはいはいあそのタイミングでですかで色もベルディは緑とはいはい、えー、古川は昔の縦島の サックス、ええ、ブループリの色もある程度視認性の高いやつでやろうとかっていう,うまあ、ね、いわゆるオーダーはキャンペーンのポスター中心だったんですけども、うん、まあそういうのを提案さしあげてうちなんが採用されてたですから私が、えー、お手伝いしたのは83年が20周年ですからその前の年ですね準備期間を。 はい、含めると82年博報堂入社2年目に<ー>、えー、サッカーのお仕事が始まったといわゆる第1回目の東京オリンピックが65年64年,64年ですかメキシコが68年ですねでそこから20年20周年っていうと,と20周年ですから、えっと、東京オリンピックの翌年に 全国的なリーグを作りなさいって言ったら「日本サッカーリーグ」ができましたので、はいえー、84年がちょうど20周年にあたると,、はいはい、ということだったんですね。すちょうどそのタイミングで、はい、おそらくその時はまだプロ化とかそういう具体的な20周年の時はなくてけれどもその,その鴨本さんの格闘,、ね、格闘技宣言とか、はい、チーム名称とかそのチームカラーとかそういう構想はもうプロ化の前から。 まあ、箱あのあまりにもサッカーの認知度、はい、観客動員がこうなって、うん、メキシコからもう全然上昇傾向にはならなかったねいうのがあったので、うんうん、で,、ねでえー、やっぱり当時例えば運営員の人の佐々木さんなんかも分かったものですからなんとかしたいよねというような、うんえー、ことを えー、一番最初の総務主事は私橋六さ聞いたことありますがサンタスさんで六ですそうですはいでそれの次が森健さんなんです <laughs> 森健さんそういう流れで<そ>、えー、サッカーの、まあ、ビジネスと言っていいのかわからないんですけど、うん、僕はずっと社内では、えー、趣味のサッカーリーグと言われました その当時その博報堂さんから JSL ですか、はい、その組織はもう本当に数名規模の先ほど言いました森健さんとか六さんとかこの時代そうですね六さんえ事務局員が小野沢<っ>菊池光橋3名。3名あで木本さんが事務局長的な役割で、えー、六さんが総務主事その次の小森さんが総務主、うん、あ。 その後カ河さんが総務主事、<ー>その後木清本さんが総務主事と、うん、まあ本当にあに少人数でそうですねなんとかその閑古鳥が鳴いてるスタジオもどうにかしたいっていう思いは当時 JSL 側にも強くあった持たれてましたねそうですか、うん、実はちょっと余談なんですけど私あの社会人始めたのが、えっと、83年なんですね でその時私はあの求人広告取りの営業だったんですけどもその担当エリアが郵便番号101っていうあの神田エリアだったんですよはいその当時小川町とかに JSL のオフィスや神田駅前とかにあ JSL 小川町にあったような私記憶がちょっとあるんですけどす、ねはい、小川町の2階のあそこは多分水口さんの持ち物はい だったと思うんですが、はい、2>, 2階の汚い,い<や>めちゃめちゃ汚い事務所。に、最初は通ってました。あ,あ、そうですか？はい。私はあの神田をもう本当にビル倒しじゃないですけど、一件一件全件飛び込みしたんで、1年間で段ボール2箱ぐらい飯集めたことがあるんですけど、おそらくまあ、当然広告は取れませんでしたけど、その小川町の交差点のビルには飛び込んでいたような気が記憶がありまして。<ー>はい。 その後ですか、ね、じゃあその私の記憶で言うと加納さんがあったり明石家さんまさんが出てきたりえっとまずですね次の年が奥寺さんその次の年がえさんまさんですね、はい、その次の年が、えー、武田、うん、武田が、えー、新人王をとって牛若丸サッカーといういビジュアルでありましたね。 展開してでちょうど国立で山畑どっかの,あの試合を国立競技場満員計画というのがありまして中吊りで明石家さんまさんのコピーだけの「うんえー、頼むさかい国立競技場を満員にしてやって <laughs> な」やっ,てなっていうような<ー>、えー、中吊りを企画したんですけども、うん、結果は惨憺たるもの。 お客さんは全然そのそうそうたるそのさんまさんだったり、はい、そういう方を起用したりお,お金は当時 J セールはお金払ってそういうお金はいただきましたあそうですかお金はいただきましたが、うんまあ、木本さん独特のですね、うんえー、まあ代々よく書きますよ企画料っていうのははいはいはい見積もりに何パーセントは企画料、うんはい、普通入ってますで企画は俺が考えたんだからよと。 <laughs> そんなもん払う筋合いはねえぞというふうに言われ続けて二十数年 <laughs> ですから企画料っていう項目は全部ペケされてましたね<ー>でも年間の売り上げが、まあ、クリエイティブに関してはほとんどなかったんですけども、うん、あの中競りとかそういうので、うん、え2,000万ぐらいですかね。 そそそれでもそこそこの予算はえー、あのまあ分担金があったのと、はい、それと JSL 商事というですね、えー、今の J リーググッズはい、はい、J リーグエンタープライズの前身ですかあねそこでの若干の売り上げがあった時当時からあれですかあの公益法人の JSL というかまあ JSL とは別に事業会社を傘下に 持っていたってことですか。あの株式だったですね。株式会社だったんですか。はい、<ー>で、親の JSL は任意団体、うんうん、法人化は一切持っていなまだない、はい。ちょっと私もあ話があっち行ったりこっち行ったりなんですけど、その当時白報堂さんの中では、その JSL を支援するプロジェクトっていうのはある意味こう、まあしっかり社内的にも認知されているもしくは結構期待されているプロジェクト。 だったんでしょうかそれともこうなんかイメージ的にあんまりこうお金になりそうもないようなこうプロジェクトのような気もしますけれど羽後さんの社内においてのサッカーへの向き合いというのはまず JSL 時代は全く先ほども申し上げましたように趣味の JSL と言われたように、うん、全く社内的には認知もされてないし興味もあるし趣味の、はい、僕の個人的な趣味,でさんの,趣味の個人的な <laughs> <laughs> やってると。<laughs> で準備委員会ができて、うんえー、同様にプロ化に向けて本格的にスタートをしたいということではい、はい、えプレゼンテーションがまた競合でありまして、うん、その時は電通さんと、うん、うちと、うんえー、それと、えー、まだトンプソンさんもいらっしゃったのかな3社ですね中<う>選さんはもう落ちちゃっていうかうん、うん、選ばれなくて3社競合でのプレゼンをやって と、うん、ということになりました、うん、でそれでどうするかということで、うんえー、当然サッカーのプロ化なんてできんのかよ、うん、というような話はありましたし電通さんも当然教会を牛耳ってましたので、うんえー、多分いろんなヒアリングをされたと思うんですよ。 でまあ、教会内部の中に、まあ、否定的な方が若干いらっしゃったということでならできるわけないだろうというような、えー、ことで,でうちが、まあ、僕は JSL にずっと通ってたっていうのがありましたし、うんうん、JSL 時代にあのここにいらっしゃる加賀山さんがですねあのプータロウでスペインに。 いらっっしゃたんですね会社辞めちゃってからスペインそうですで森総門主事から「岡本ちょっとさ海外のトトの状況どうなってんだよ」というのを調べろとそのタイミングでですから分配金がいくらで1枚いくらでいわゆるリーグにどれくらい戻ってきて行政がどれくらい取ってとかっていうようなことを調べろ というようよな話があってあ<ー>で、僕は風まさんに頼んだわけですよ。ープー太郎にはい、はあ、まあサッカーのこと知ってますから全然そういうのに物おじしないタイプだったもんですから今でで、もそう思いいますはい、で調べてもらってこういうことです海外はというのを提案したというのがありましたのでまあそういう意味ではその ぐららいからかな9 0年88年から89年ぐらい89年ぐらい、はいはい、からはそういう身吹きがあったということになりましてでどうするかという時に、うんうん、まあ少なくともペーペーですので、ま、だ入社ね3年から始まっても若手ですから会社としてどうするんですかというような話、うんうん、で。 えー、僕と菊池っていう、まあ、スポーツを担当するセクションの人間がいましてうん、うん、その上司に門馬っていうですね、うん、当時事務局次長門馬、うん、はもともと日産さん担当ですから社内ではです、ね、えナンバーワン企業からそっちに移ったんですけどちょっと腐ってたんですねお<う>でもサッカー大好きだったわけです。 プロジェクトチームを作りましょうよと、うん、いうことでこういうのを作ろうと、うん、いうことで上には相談はしましたがうちの社風って言うんですかね<ー>あの当時はですね、うん、えそういうまあ投資って言っても金額的な対策しないすし、はい、えそういう,こう面白いことをやってみ、うん、ることに対しては脳を出さない会社だったんですね。 ですかからあ面白そうじゃないかと、うん、でプロできなかったらダメ元だろっていうような雰囲気が会社にはあったと。で自由に集めてで、うん、ちょっと代理店の作業とは違うんですけども新しい会社を作るんだというイメージになるわけですよね。ですからうちの経営の経人間、うんはい 人事の人間総合企画室の人間ホームの人間ホームは小竹なのでホームそれとマーケティングの人間と当時営業だった僕ということでそれぞれが準備室の中にいろんなセクションがあったわけですね競技の1・2・3とか財務とかそういう委員会ごとに。 えー、なってでできたわけですそれぞれに人をこう,う送り込んで僕は広報担当はい、はい、広報委員という立場で、はいえー、やっていくというようなことでもうそこからがっとやっていきましょうと通常の,そのいわゆる反則とか広告 PR とかっていう出来上がった組織や商品をこうプロモーションするのと違って何かを作るためにそれぞれ経理だ人事だ そういう,う、ね、ファンションをこう白鸚、ええ、さんの中に作ったってことですかい<や>そええ、そう <JS> その人間たちは J, J 準備室設立準備室の委員会の中にああ委員会の中に <laughs> じゃあその委員会そのものはあの、えー、プロを課の推進準備室,準備室に、はい、ああそこに人を出してったっていうこと、ね、そうですはい。今回のその私のその大きな関心は J リーグの DNA はどこから 生まれていったのか今それは残っているのか、えー、継承されているか消えたのかみたいなところなんですけど今のお話の中でですね一つはあの非常にあのどうでしょう、えっと、箱程さんの中では、まあ、やんちゃな、まあ、要は趣味で岡本さんの趣味で始めたっていうような話がありましたしあの今までにないモデルをこうやっていこうというようなところの提案があったように聞きましたがそれを受け入れる側の。 まあ、木下さんほか東堂のメンバーの皆さんはそういうそのやんちゃな心や遊び心ややってみようかみたいな寄付はある組織だったんでしょうかあの懐がが深い懐が深い許容範囲が広い感じと、うん、当時の幹部の方たちの絶妙なバランス、うん、お父さん川淵三郎、うん 家の家計を預かるお母さん、うん、小倉淳二歎坊カレ儲けうけ、ん、一生懸命木本幸三で、えー、まあまあまあお前らそんなこと言わずにちゃんとやれよっていうおじいちゃん、うん、森健,森健という絶妙のバランス人間が揃っていた<ー>あのこう組み合わせはもう。 抜群でした、ね、ああそうですか、うん、それぞれパーソナリティは違いますよねあのあのお父ちゃん役の川スさんがいたり機関房の木本さんとかやんちゃな木本さん、はい、そして番頭というか財布の紐に握ってる小倉さんとかおじいちゃんの森健さんとかパーソナリティ違うけどそのプロかっていうところのビジョンというかい,いくぞみたいなところは結構ぶれなく一枚岩って感じだったでしょうかあの なん,とか作ろうなんとかやろうぜ、うん、という,こう熱というものは、うん、我々たりてんの人間にはビビットに伝わってきましたし、うん、こっちも、まあ、自分がサッカーやってたっていうのもありますけども、うん、なんとかしたいよねっていう気持ちはありましたし、うんうん、そういう雰囲気で全部が進まなきゃ 裏切りなんて許されないというか、うん、そんなこと思いもしない<ー>っていう雰囲気がありましたね。もう一つそのあのお話の中で気になったっていうのは、都道を調べろ、要は海外を調べろとか見に行け、ななんか気合と根性だけでバーンって行くんじゃなくて、それなりのこうなんていうのあの学習するもしくは調べるあのそういうような。 癖もその組織にはあったんでしょうか、あのー、そういう意味では、うん、僕は、えー、スポーツ団体であんなに、えー、調査にお金をかけた団体を初めて、はああそうですかあのそれを許してくれる調査は,調査は、ね、握れませんので、えー、ちゃんと人数が出ちゃうのでその都度以外にも他にも調査はあ,あるんですか の調査ですね、えー、JSL の一部二部の選手監督スタッフ等々に「うん、あなたたちはプロ化になったらどうしますか?うん」「プロ化やりますか?」っていうような調査。各ククララブブ、はい、で一般の人たちに対しての調査<ー>これは、えー「キックオフ何時がいいですか?」 何曜日が適切ですか、うん、向こうにえ競技場に行ったらいくらぐらいのお金を使いますか、うん、とかっていう調査を全部やる、はあ、そうですまあじゃあ感染者調査みたいなものはもうその時点、はい、開幕前からあったって、ええ、でそれにプラスして小竹が中心となって、うん、規約、うん、規定手に関しては、えー、アメリカの四大スポーツと、はい、イングランドとドイツかな。うん で、えー、お相撲、大相撲の、うん、あのお茶屋さんがどういうふうな感じで、うん、彼、もうかってんのと、うん、じゃあ相撲協会って全然腹痛まないよねと、うん、最初、チケット全部お茶屋さん買ってんだね、うん、これはある意味素晴らしい、うん、あの興行だなとかいうのを全部調べました。うんうん、なんかあの例えば 個々球団とかクラブがあの法営権を交渉したりスポンサーシップをっていうんじゃなくてリーグが一括してスポンサーセールスしたり放ポ権を獲得しに行くっていうことあたりもその白本さんとのリサーチでなんかアメリカのモデルを提供されたっていうのは。はい、あのビジネススームに関して言えば、うん、日本のプロ野球が各球団が持ってるということではなくて、ねえーえー、アメリカの四大スポーツの中心が、うん、ほとんどが。 まずリーグが一括管理をしてそれで分配していくというようなことを調査の結果が出てそっちの方がいいだろうなと。というのはもう一つ理由があって初めてできるリーグがチームに全部任せてしまうと格差が出ちゃうしまずは全体儲けてそっから分配していこうよというような発想の方が 絶対うまくいくよねと、うん、当初は、うん、で何年か経ってもしチームが実力ついてまあジャイアンツが生まれるのか、うん、あるいはパ・リーグが全然保有感がなかった西武がゼロでも、うんえー、オンエアしてよっていうふうに言うのか分かんないけどもそれは将来的な話で最初のスタートは用意ドン、うん、でケンディモの関係はリーグ主体で持っていった方が得じゃないかなと<っ>それはマーチャンダイジングも同じですね。というような。あの スキームの提案は博報堂さんがリサーチをして当時の準備室に提案されたそうですあの提案するってうちはリサーチする立場でしたので、はい、それを決断するのは、まあ、お金の件に関しては蛭本さんであり、うん、最終ジャッジは川さんが来るあの今のお話でさまざ、あ、まリサーチをしてそれをあの作家会に起案提案されるんですけども。あの 私実際チェアマンをやったりこううそれほどの0から1を作るような本当のイノベーションは私はやってないんですけれども何かあ新たなものを判断する時っていうのは大体こううまくいかないもんだとかえーとチームの中でそこに不安に駆られてジャッジが遅くなったりとかその当時の,そのまあ仲のいい 家族構成ですか河村、はい、さんを中心としたあのその意思決定のスピードとか判断って坂本さんから見られてどうでしたかスピーディーなジャッジだったでしょうかもしくは相当こうなんていうか抵抗抵抗があったりやり取りが激しく紛糾したりしたものなのかこの辺の提案を受けた側のそのジャッジの感覚ってご覧になっていてどう,どうだったんでしかあの 議論はすごく尽くされたと思いますけれどもジャッジメントの速さという意味ではすごく速かったというふうに思います。というのはやること多すぎて早く決めないと次へ行けないこんなにやることあるのっていうぐらいやらなきゃいけないことが多かったゼロからのスタートですからどうしてもそうなってしまうのかなという気がしました。 先ほどの話でうと、まあ、具体的なそのプロ化の具体的な準備室が89年とか90年ぐらいに活動があって、はい、もう92年にはナビスコがスタートしますのでいわゆる前の年91年ぐらいには例の華々しくユニフォームが並んだりロゴが出たり、はい、J リーグという言葉が出たりチェアマンという言葉が出たりあのものすごくから次から次へとものすごくこう。 世の中を度肝を抜いていくのがもう実際91年ぐらいですよねそうですねあのまあユニホーム発表会にも戦略があって、えーえー、我々が提案したのは、うんえー、普通ユニホーム発表っていったら例えば、えー、阪神タイガースが新しいユニホームを作りますっていったら、はい、大阪で発表しますよと。 通、まあ、通常普通ですよね,、まあ、すねだからアントラーズさんが、うんえー、やるんだったら茨城で発表される、はいはい、で初めてのお披露目、うん、で、えー、なおかつ、えー、応援グッズも一緒にやりたいよねというふうに言った時に、うん、メディアの露出ということを考えたわけですね。うん、で、えー、そのユニホーム発表会の時間は、うん、勇敢には間に合わない。 翌日の長官イメージなおかつ、えー、関東ローカルのテレビは編集あるからちょっとしんどいぞという時間のタイミングでまずやりましょう。で10チーム10クラブがそれぞれの場所でやるのと全部が一堂に会して全国記者が集まり、えー、やるのと次の日の朝刊 あるいは朝のニュース、あるいは nhk の7時のニュースに乗るのはどっちだろうか？という戦略があったわけですね。その時にえー5。14のタイミングはそこを全部考えながらやって全チームが集まって一緒に初めてお披露目いたします。と。それあの j リーグっていうのがまあネーミング。 がが決決ままっってて、えー、法人格が決まってその後ナビスコがもうすぐ始まりますよというタイミングの前に全部が集まるという方がパブリシティの取り上げ方っていうのが断然大きいだろういう戦略を立ててで同時に全チーム集まって監督と選手一人ずつ呼んでで応援グッズはファッションショー的なやつ。 でやりました。うん、で僕のまあミスは、はい、あの選手のユニフォームで登場したこうまあウォーキングする人間いますよね。はい、モデルのなようモデルのたダメなんですね。足が細くて長い。そうなんですよ。<laughs> サッカー選手とは思えないぐら、ね、細くて長いんですよ。<laughs> はい、これはねやっぱりそこまで頭真ん中かっ それもちょっとちゃんとしてれば、うん、で絶対選手にポージング無理じゃないですか、うんまあ、当時だからちょっとあのでもそのいわゆるそのメディアへの露出とか、えー、そういうものをすごく意識されていたこれも当然白本さんはそういう行なりわいですしプロでいらっしゃいますが、はい、いわゆるプロスポーツの団体っていうのは <laughs> あの目立ってそのファッションショーみたいなことをやるのをその邪道だと思うような方々は当時の日本にもい,い,いたのではないかと思うんですがこの、まあ、とにかく皆さんに見てもらう知ってもらうどぎもを抜く驚かせる、まあ、こういう演出みたいなものっていうのはその当時の J リーグの J リーグ,グというかあの準備委員会の皆さんにはすごく大きな 関心事テーマ問題意識はもうすでにあったっていうことでしょうかそうですねあのまず、まあ、皆さんが何とかしたいっていう思いがあったっていうことと、うんえー、20周年の鴨志さんの,あのあーヌードポスター、うん、で、えーうん、ちょっと一つクリアできたわけですから、ね、もうや,やっちゃってると <laughs> も,うもう言ってるわけですよそれを超えなきゃいけないっていう鴨さんの件でもう反対する方、うん、めっちゃくちゃいたわけですから日本のサッカーの手法を、うん 脱がせる、うん、で「お前岡本な」とかもさんから言われて「俺に前張りつけさせたのはお前が初めてやる」っ <laughs> に <laughs> いうふうに言われましたけども<ぁ>だからまあそこでちょっとハードルが一つクリアできたということとどちらかっていうと当時の熱がそれを許したというか。うんうん 阻害するファクターっていうのはほとんどなかったっていうような気がしますそうですかはい確かに考えていればだから八十四年とか二十周年のタイミングでカモスさんに前張りをつけたっていうぐらいのタイミングからもうサッカー界はそういうものに対するこうなんてさ懐の深さや許容度っていうのはある意味あったっていうそうですねあのー、まあ余談になりますけれども二十五回二十六回の時のポスターって、うん、ベーストライカー でゴルバチョフですよゴルバチョフに似た人が出てたのて次にえ「頑張れペレストライカーで」でブッシュですからねああパパブッシュのほう、はい、<あ>でこれだけおちゃらけ許したサッカー界外交問題になんなかったですかえっとそれはあのそれは営業としては大使館2つ行きましたあそうですかこういうことの企画でこういうふうな趣旨でやるけどもっていうことで それは一応代理店の責任として <laughs> 抑えは抑え話しました、はいえー。そういう意味ではもともとある程度そういうしっかりあの社会にアピールするという DNA は前からあったはあった。でそれがあのジェリーグ創設のタイミングでもう一回こう花開いたという感じですかね。そうですね。あの個人的な見解なんですけれども。うんうん あの他の競技団体に比べて役員の方が学校の先生が少ない丸の内の一流の企業人の方が多いのでそういう,こうジャッジ経験値っていうのがすごく高い方が集まってらっしゃったっていうことも要因としてはあるのかなだろうというふうに思います。 92年ナビスコが大会が始まりあの5月15日93年の,あの国立競技場での演出等々になって開幕していくわけですけれど、はいまあ、この辺りはもう準備万端あのもうシミュレーションやあれを尽くして望んでいったのかその走りながら考えるってカブスさんのよく言っていた言葉があるんですけれども。 次から次へと同時進行でクリアしていったのかその開幕後直後この辺りの動きはいかがだったんでしょうかえっと本当に走りながらやっぱりそうですか。<laughs> 国立競技場の照明全部で当時の電球って水銀灯なので全灯するまでに。 7分 ?6 分か7分ぐらいかかっちゃうんですよね8分だっけかかるんですよでその間、暗いまんまなわけじゃないですからで8分真っ暗ってちょっと結構やばいですよね<ー>いうような話あったりとかあれ消してスポットライトでやったんです。はい。一回消したんですか全,全部消しました<ー>スポットも全部消して,消してでそこでギミックがあって 消えてる間に旗がリバースして10チームが揃ってきたやつが J リーグっていうものに変わるんですよって照明がついた段階で J のマークに変わるっていう演出なんですねすごい細かい話ですけどもあの全員にお土産を配るというので当然前の日に座席の下に ゴム、輪ゴムで止めていくわけですよ。で、前日のリハーサル大雨なんですね。あ,あ、そうでしたね。全で、できなかったんですよ。で、翌日急遽アルバイトの人数を倍に入れてやったりとかですね。うう私もう何枚も応募のハ葉書書いたんですけど、結局一枚も渡たんなくて。<laughs> 近所のマンションに住んでる人が。<laughs> あの当たってなんかいろいろお土産もクッションとか何だかいろいろお土産持ってきてもらって、はい、私におい嗅いだの覚えてますけど <laughs> まあでもその走りながら考えるこのんていうんですかあの準備して準備してしっかり問題なくしてゴーするというよりは、まあ、やってみようというような感覚で試行錯誤まあおそらく失敗とかあのトラブルとかもいっぱいあったんでしょうね。そうですね、まあ、僕は いわゆる運営宅から、うん、J リーグさんからも言われ箱行どの人間からも言われ、うん、トイレ以外は一歩も動いいいいちゃいけないととどういうことですかあの僕が動いちゃうと、うん、全体のあ<ー>しっきりの責任者がいなくなっちゃう瞬間がある、うん、ということはやばい。うん、でお客さんがどれだけ入ってるかも分かんないわけですよ。うん、というのは。 当時の国立競技場ってモニターが一、えー、個しかなかったんですね。うん、ですからお客様の行列が見えるのが代々木門のところしか見えなかったんですよ。だから千駄ヶ谷門も青山門もモニターないんですよ。うんうん、なるほど。でインカムで、たぶんは広報インカム、運営インカム、えー、警備インカム、演出インカムっていう四つぐらいの。うんうん インカムを。全部こう聞きながら。行きましょうというような形ですね。うん、で、まあ、演出も、その。まあ、池上さんという方が演出やっていただいたんですけども。うん、その演出から離れた、こう、いわゆるサッカーのしきたり。で、ありますよね、挨拶して、うん、あの、うん、まあ。よう、ようこそいらっしゃいましたっていうのを、まあ、殿下と教会の会長とフィーバーの誰かとか、こう並んで。うん、で。 えー、終わられてエレベーターを全部止めて上に上がられてでお席に着いてその後じゃないとキックオフはダメですよ、うん、というようなことっていうべてがあんなちゃんとした演出を、えー、膨大なマニュアルを見ながらやっていく。うん、でそれののほとんどの まあ文化会じゃないんですけども、うん、ことを全部把握してやんなきゃいけないっていうのはパニック以外の何でそういうあのここではいろんなその試行錯誤もあるということなんですけど実は千山も8年間やってきてすごく驚きに近いのは創設の時に作り上げた J リーグ規約がほぼほぼ原型を 残していいるというかもちろん細かなところはあるんですよけれどもその、えっと、非常に平易な文章で、えー、しかも全体で抜け漏れなくあの規約がほぼ完成された状態でこの30年間大きくは変わっていないもしくは先ほどの,あのリーグが放映権であったりパートナーシップその収益を上げてクラブに配分していくもしくはゲームの主催権が J リーグにある。 こういういガバナンス構造がある意味リーグを中心にこう意思決定ができる仕組みがあるのでまあ極論すると私みたいなあまりガバナビリティがないよその人間が来ても J リーグではしっかりマネジメントができるような構造を持っていたっていうまあ走りながら考える割にはなぜにその30年間色褪せないまあもしくはもっと言うと J リーグの理念っていう。 100年構想だったり地域密着というのは最近あのサステナブルなんていう言葉が出てきましたけれども、うん、30年前もしサステナブルっていう言葉がもしあったら100年構想じゃなくてサス,サステナブルだったかもしれませんが、うん、その持続可能な地域豊かな社会を作るというコンセプトを全く色あせてい,いないんですけれどこの変わらないこうなんていう将来を見据えた力というのと日々現場で、うん。 試行 <laughs> 錯誤しながらバタ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 動かしていくこの両輪っていうのがなぜに30年前あったんだろうかっていうのが私のすごく大きな問いなんですけれども、ね、あの川口さんからは理念ってすごく大事だよね、うん、っていうふうには言われまして、うん、ですからまあコピーライターうちのコピーライターもその辺のお手伝いを若干しましたし最終的に作られたのはリーグさんの方なんですけれども。うん どんな会社もそうだと思うんですけども理念っていうのは変わっちゃいけないものだという確固たる信念みたいなものを持たれていたとそれに関してはやっぱりスポーツの本質であったりとか誰のためのスポーツなんだとかマンチェスター・ユナイテッドが自分たちはサッカーが集団ではないよとエンターテインメントビジネスを扱っている会社なんだというようなのと同じような。 で J、リーグっっていうのはやっぱり地域に根ざした、うん、それがまあ将来的にっていうかその当時から J2 ができて各都道府県に1個できてとかっていうようなこう根っこの部分のブレっていうのは今も変わらなく継承されているんだろうなっていう気はします。でもそのまあ崇高なこう理念と <laughs> こう現場のやらなきゃいけないことっていうものの当然年月が30年もかっとか離していくっていうのがございますよねでその辺がこう多分今後皆様が悩まれるところではないのかなすか、はい、実際あのー、まあ先日 J リーグはホームタウン制度を撤廃するんじゃないかなっていう報道があったり。 えー、J リーグはお金のために魂を売るのかみたいなあの誤解をいただいたことがありましたまあそのそういうような会話がされてしまうことはもしかしたらもう一回自分たちの,その足元を見直さなきゃいけないのかなとも思っています、まあえー、ちょうど来年30年で、えー、っと大きなあのもう一度そのこの過去30年を振り返るタイミングなんですけど J リーグはその理念をもう一回原点を大事,大事にして。 やっぱりあのプロのスポーツクラブがあることで日本が豊かになること、えー、こういうことをもう一度見つめ直そうとはあの社内ではしていますが、えー、と今お話しいただいたことをもう一回肝に銘じて私はあの J リーグの,あの面々にお伝えしたいなと思っていますまああのちょっと長きにわたっていろいろお話しいたことありがとうございますちょっと私なりにあの何人かこの後 インタビューをしてあの J リーグの意図をしっかり見極めてあのバトンを渡したいと思いますので、はい、今日本当にありがとうございました。い